中国北京市でアステラス製薬の現地法人の日本人男性幹部が拘束された事件で、中国外務省の毛安志副報道局長は27日記者会見し、拘束理由はスパイ活動に従事し刑法と反スパイ法に違反した疑いだと明らかにした。日本政府関係者は27日、中国でスパイを摘発する国家安全当局が男性の拘束を担ったと明らかにした。日中外交筋は27日、今後の日中関係に極めて深刻で、計り知れない影響があると深く懸念しているとの認識を示した。毛氏は、当事者本人はどんな違法行為をしたか分かっていると主張した。